カピカありがとうございます。暑くない？暑いね。結婚してアクターリーです。明日こうやって、お、来てくれるんですか？待ってます。お、チキンタツタ油淋鶏まだ食べてないな。油淋鶏流れ星ありがとうございます。おはようございます。寝てたのかな。結婚してアクターリーです。あ、風呂入ったから暑いってこと？まだ開けてるから、まだ開けようかな。結婚してアクターリーです。結婚してアクターリーです。バラありがとうございます。バラグーグー、お帰りなさい。帰宅お帰りなさい。おししか買ったの、ありがとうございます。ピカピカ花束ありがとうございます。ピカピカありがとうございます。こんばんは。うん、緑のだるまありがとうございます。ハートありがとうございます。こんばんは。次の子はまたおぼし、お、ありがとうございます。ピカピカありがとうございます。次の公演いつだろうか。いつだろう。いやいや、ありがとうございます。間違えた。間違えた。応援してる、ありがとうございます。明日は制服の目公演です。昨日ぶりのまさかの一日置き、一日空きであります。前髪切ってないです。お風呂上がりだから浮いてるのかも。あ、29待ってます。そっか、みゆちゃん推しですもんね。ハートありがとうございます。昨日ぶりの明日よろしくお願いします。ハートありがとうございます。今その辺に転がってる。転がってんの？埋もれてます。サイリウム振ってくれたらどこでも。流れ星ありがとうございます。流れ星ありがとう。あ、待って、明日制服の行きます。待ってます。昨日のタワーのお礼、くまちゃんのタワーありがとう。昨日はありがとう、ありがとう。でも今コンタクトしてないからな、見えな見えな見えな。ありがとう、カツ。おー、めっちゃ、ありがとう、ありがとう。こちらこそ、めっちゃうまくないけど。さっきいたよね、パフェのタワーも。ありがとう。いるかな。とんかつ食べたくなってきた。クマでとんかつ連想するのやめなよ。ありがとう。あ、挑戦ティー素晴らしい。挑戦ティー、ここはオレンジでした。スタッフさんたちがね、マネージャーさんとかスタッフさんたちが、あの28時間テレビ中は黒の挑戦ティーをずっと着てました。で、私たちオレンジの挑戦ティーをね着てました。こんばんは。あ、そういうこと、ありがとんかつとかここ言ってた。変なの。え、オレンジなくなってたの？でもオレンジ着てる人あんまり見なかったけどね。一人ぐらいしか見なかった、制服の目の時オレンジ着てる人。オレンジ似合ってましたか？
あ、どっちも完売したの、すごマジでも。オレンジ着てる人そんなに見なかった。ここは初見ありがとうございます。黒を着てる人はね割と見たんですけど、ゆえにオレンジの服生まれて初めて着たと言ってた。まあ確かにオレンジあんまり着ないか。そうそう、スタッフさんはね全員黒を着てました。あ、特典があったんだ、みんな挑戦したよ確かに、まあいっぱい着てください。ぜひぜひ着てください。お揃いですお揃いですのでぜひ着てください。レインボースターありがとうございます。こんばんは。公園とすごい待ってごめんなさい、ちょっと違うんですよね今、ちょっともうお風呂上がりだからやば、ショールーム初めて見に来てくださる方にお風呂上がりっていうのはちょっとやばいかもしれないいやちょっとお風呂上がりで返信待ってます。ここが書いた文字の T シャツ、文字、サインとかあったの T シャツ、それな、その T シャツ確かに取れ失敗、あ、ありがとうございます。可愛いだなんてありがとうございます。初見で嬉しいです、それがいいのあ、明日29の当落なの、当たれー、当たれー。お風呂の中2時間ぐらい見れる気分、すまんねー29も29はみゆちゃんのね生誕祭ですね。押してみゆ T シャツを持ってる方はぜひ来てきてください。みゆちゃんのサイリウムカラーはね、ちょっと何色だったっけな何色だったっけな、何色だっけ、忘れちゃったんですけど、振ってくださいぜひ。だ、爪がなんか痛いわ。あー、赤ピンク水色いいね、赤ピンク水色、赤ピンク水色かわいいね。結婚してお答えです、かわいい色ですね。確かにゴールデンウィークとかめっちゃ車とか多そうですね。確かに、黄色緑の理由は、まあ、黄色と青が良かったんですけどダメだったので、あの緑追加しました。サンボ覚えにくい、ココアのサンボは割と覚えやすいと思いますのでぜひ明日も多いことを願ってますどうだろう、どうでしょうか。ドラゴン、あ、ドラゴンズのパンダからみゆちゃんがピカピカありがとうございます。黄色と緑にした、ありがとう、ありがとう。いないよん、パンダになっちゃうペンライトカラーの覚えが早い、おー、さすが。こんばんは。いやちょっとね、でもね、オープニングとかフィナーレとかはあんまりなんていうか、あの一曲とかだったから、そうあんまりこうなんていうんだろう、そう客席を見る余裕もなくって感じ、余裕もなくっていうか、まあ
なんて言うんだろう、そんなあれだった。キメさんの木やカオリーさんの、あ、ミオさんのミやばおもろ頑張ってくれ、ありがとう、いつも声ありがとう、そう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 、ピカピカありがとうございます。そういうことですそういうことです。花エクソも ありがとうございます。オープニングはね S でも出させていただいたので、そう楽しかったですあのそう久々でもないか、1回ぶりのゆうゆう散歩時久々でもなかったわ、1回ぶりだったわ。黒弁武蔵、黒弁ツタヤパスで覚えた、ツタヤやん、ツタヤか、たくさんねあるといいね、ツタヤツタヤツタヤはやばい。ニューエイジアとかマジ久々だった、オープニングアクトぶり。アーカイブあるんかな、チームコンサートは出ませんチームコンサートは出ませんよ。マリーさんの秋光恵さんの黄色、ミオさんの緑、おー、素晴らしい素晴らしい、おしにさんすごいよね。ないよ、だってチームコンだもん、チームコンだからないです、出ません、出ませんので今のところ出る予定は 100% ないので、今のところね、チームなのでね、今のところ出る予定はないです。 DD 祭じゃないDD 祭じゃないよ全然 DD じゃないです。こんばんは、ゴールデンウィーク中一回は晴れ、お、来てほしいな、東京エスクルーから、あー、じゃあちょっと独占独占独占ね、オープニングとないです、今んとこないです。ゴールデンウィーク、こちらこそ予定くださいって感じこんばんは、ハートありがとうございます。敵視いや、まあ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 、マリーさん、マリーさんね、マリーさん本当に優しくて、結婚してお断りです、もう本当に優しくて森見してたんだ、こんばんは、そう言ってね、すぐ行ってくるけど、結婚してとか言ってないよ結婚してとか言ってないよ。でもマリーさんの誕生日の日のショールームで結婚して投げたから、ここはもこうして、アボタリです。こんばんは。15分経った。197日だって。もうすぐ200日。もうすぐだ。見て。あのさ、沖さん、STU のさ、沖ゆかさんがさ、卒業しちゃったんですよ。卒業しちゃったんですよ。もうね。
ンサート行きたかったぐらいで、なんか卒業コンサートでさ、あのドラフト3期生のさ同期のあのお二人からの手紙をさ、あの文字起こしして載せてくださってる方がいて読んだんですけど、めちゃめちゃ泣けた。沖さん、沖さん卒業してた。卒業って悲しいよね。ねえ、ドラさんがまた減っちゃったね。昨日の手紙自分の知り合い、やば、それやばいですよ見せてもらおうとか考えてるのやばいですよ。そきちゃん卒業しちゃった。こちら沖さんです。こちら沖さんになります。可愛いでしょぼやぼや沖さん。みかにゃんさん来てた。いや本当ね、あの沖さん、あのココハはあの SKE に加入してからアイドルのメールとか取ったの全部、あの取ってたの全部解約したんですけど、沖さんのも取ってました沖さんのねメール取ってましたよ。そうだから悲しい、悲しいけど芸能活動を続けるみたいな。ピエンでした。本当。結婚してお答えです。ピエン。ピエン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 。ミカニャンさんね、美人ですよね。こんばんは。コンプラ兄さん。何通ぐらいちょっと、え、何通ってか、あの結構もずっと撮ってた。加入してからはアイドルのファンクラブとかも全部抜けて、メールも全部やめた。メール取ってた？流れ星ありがとうございます。確かにラブリンさんだけど。こんばんは。初見コメントありがとうございます。マリンさんのメール取ってないよ。メール取らなくても連絡できるからね沖さん、見るねすいませんそれは本当にすいませんいやマウントというかだってそうだもん、聞かれたから、いやいやっていうあれですマウントじゃないですいやいや全然マウントとかではなく、普通に普通にって感じです。キメさんね、いつの間にかですかお誕生日にココアを送るよそうなんだよね、メンバーなんだもん。いやココアから聞いてない、あの自分から連絡先を聞いちゃダメなので、そう自分から聞いてないですよから聞いてないですよ。彼に死に分けてないよメールね、メールね、メールね、
門脇さんね、今もねでもソロで活動してるよね。デキシみつきちさん、うん、みつきちさんあのラジオの前からも感してました。マウントじゃない、もうマウントじゃないよ。だってみんながさ聞いてくるからさ、ただ答えただけなんだけどね。ズルじゃないよ、メンバーだから。メンバーなので。写真会ね待ってます。スタンディングの日が豪華キスですね、です。まあ皆さんの今は自爆ということで、スタンディングが土曜日、ちょっと分かんない、どっちかな。そのうちですね。いや、お会いできたらもしかしたらあるかもしれないですね。え、そうなの？ココアしかメール取ってないの？ありがとう、それは。それは嬉しいね。ココミンブログにツーショットあげてくれてた。ココアにしか求婚してない。ありがとう。じゃあ本命ってこと。歌唱力ね。結婚してあったりです。ココミン、マジでココミンとしか、ココミンとしかじゃないんだけど、ココミンとはねめっちゃ写真撮るね。そう、でもまともなの少ない。まともなの少ないんだよね、ココミンとの写真マジで。でもよく撮ってます、写真は一番撮ってる。結婚してあがたりです。そう、ココミンとの写真しかじゃないけどがめっちゃあるんだよね。ココミンとめっちゃ撮るから、だからなんかココミンといることが一番多いかも。そうだから写真も多いです。しもくて、虹さんしょっちゅう送ってるよ。いや見せられなくないよ、だから送ってる。キメが良いですか。はかどる。虹さん、虹さん多めです。大違い。ココミンとのコンビ名ないな、コンビ名ないな、コンビ名ないな。あんまりさ、なんていうの、誰、え、ここはさ、コンビ名ある人いないんじゃない？わかんない。コンビ名あります？ココハと誰かで。ある人いる？虹ココ、ココハのココの部分使ったらいけないんだって。ダブルココアだとどれでも成立するのよ。4人いるからココが。誰ともないよね。誰ともないです。コンビ名誰ともないです。誰ともないです、コンビ名。言われてんのあるの？誰と言われてんだろう。ビムハとか絶対言われてないでしょ。初めて聞いたんだけど。イワニジャーで聞いたことあります。私関係ない。私関係ない、それ。そう、誰ともね、まあ、は
つけとけばまあ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 確かにいいですけど誰ともあんまねコンビ名とか言われたことないかもしれない。あ、最初に誰とコンビ名つけるか、確かにな。コンビ名ね、奥のもここもダメだよ、ダメだよ。そう、花なんとの募集したけどね、別にあんま来なくてさあ、はあ、サータンだと単にサータン、あ、でもサータンとはなんだっけ、あのね、サータンファンの方で、あの女の子の第6巻でさ、サータンとお家作るところがあるじゃないですか、多分そこが好きな方なのかな、はなんかサラコハって呼んでるくでる方はいますね、サータンファンの方で。赤さんかマリンさん希望だから、ここへとか言ってるけど、だからここ使わないでって言ってるじゃん。ちょ、なんて読むか分かんないしなんて読むか分かんないし。でもなんかあれだよね、マリーさんとココハは二人合わせて真心いいやんってさ誰か言ってくれたけどさ、そう広めてもらわないとね。エヴァ、エヴァやばい、やばいっすね。マジサータンとはサラーコ派で、君心やばい、真心はもうじゃあの真心で勝手に決めちゃうっていうね。味広めましょう、じゃあ勝手に勝手に広めましょう。やばおもろユーモアたっぷりじゃんみんないいなって思うの少ないけど恋心いいね、恋恋との2人ってこと、あ恋心いいね、まあ、ココハめっちゃいいじゃん、ココハの使い勝手よ、ココハの使い勝手めっちゃいいね、虹心ごめんけどね、ちょっと一言余計一言余計やばいね、ちょっと心乱用で良いんじゃない、そうだよね、数打ち当たるって感じで、まあいろんなコンビ名考えててください、私とのコンビを名前にしたい変なことを、そう心はいないんだよね、やさ心やばい、やさ心やばい、まあ不採用もあるけど、まあ真心は採用ですね、まあ採用ですねえ、自分とのさコンビ名作んないでいや確かにココミンとのコンビ名欲しいな、虹パンダやばい、虹なんか明日ら明日いいのあったら考えとくわ、忘れてなければ考えとくわ、ココミントマリンさんとのいいんじゃないよで、マリンさんタスココハは似てるって言いましたココハサラユアの3人の作りたい、あーむずいな、3人になってくるとさらにむずいな、虹の子広島長野やばい
え、ここはもうみゆさんって呼んでますよ。あのなんだっけな、 S のアンダーに出始めの頃にあの話しかけてくださって、なんて呼んだらいいって、でココハでって言って、じゃあココハはなんて呼んだらいいですかって言ったら、あのみゆさん、そこからみゆさんってずっと呼んでますだからあんまみゆさん、あ間違えた、長坂さんって呼んだことがないかも、逆に。まこころ NMB のオーディション見てますよ、2時半。みゆさんもねほんと優しいですよ。あーそっか、これから何すればいいのか、中ちゃんさんって呼んでる人わかんない、もう聞いたことないな。お風呂さんって呼ばれたことはわかんない、あるんかな、呼ばれたらめっちゃ距離感じるけどねいやもうだからだいぶ前からみゆさんって呼んでますね。でも確かに先輩のさ呼び方ってさ割とね、あの迷っちゃうよね後輩にはココハさんって、わかんないゆずぽさん、お兄から暴れ出す、どう疲れてはないけど、この子たち呼び方ってね、確かにね。12期は12期はね、ココミンはもうココミン、ココミンはねもう本当にねずーっとココミンって呼んでるかも。てかココミンはなんか同期でもココミン、あレナだけココミンって呼んでるけど、それ以外も本当みんなココミンかも。もう結構初期の頃からココミンだね、みんな。レナはレナって呼んでる。でもレナはね、そうね、カキレナって呼ばれてるかもね、色。同期とかにも。ニジニジはなんか先輩がココミンの時呼ぶ時ニジニジって呼んでるイメージがある。なんかレナは基本みんなのことを呼び捨てで呼んでるかもしれない。だってサータンも、レナだけサラって呼んでる気がする。あーユアニアもサラって呼んでるけど、それ以外はサータンって呼んでるからレナレナみんな呼び捨てかも。えらい、ありがとうございます。ミヤビームはね、ミヤビームって呼んでるけど、ビームとかビームとか呼んでるな、ビーム。うん、恋恋って呼んじゃうな、ビームって呼んでる。ここはビームって呼んでますね。あでもみゆちゃんはみんなみゆちゃんって呼んでるかもしれない。かぎれのもみゆちゃんって呼んでるからみんなみゆちゃんって呼んでる。さつきちゃんは、ここはさつきちゃんって呼んじゃうかもな。さつきちは、うん、さつきちも結構呼ばれてる。みーたんって呼んでる人はね、いないかもしれない。あ、でもさやちゃんもみんなさやちゃんって呼んでるかも。さつきちゃんのことをさやちゃんって呼べばいないね。呼び方っておもろいよね
呼び方おもろい。ココハはね、ココハだね。ココハはレナとイワニャンだけココハって呼んでる。あとはココハちゃんとか呼ばれるかも。呼び捨てする先輩はどれが呼び捨てしてるんだろうね。でもさくらさんとか呼び捨てしてくださってる気がするけど、わかんない、気のせいかも。だけど上がりません。みほれさんわかんないな。わかんない、確かに。わかんない、お母さんって呼ぶ人いないよ。ココハ、確かに。ちかこさんもココハかもしれない。あ、でもキミエさんにココハって呼んでください、呼び捨てで呼んでくださいって言ったけど、あんまり未だに呼ばれたことはないかな。だからココハのこと呼び捨ての方はあまりまだいないかもしれない。なら、なんて呼ばれ、わかんない、あんまり呼ばれたことないかも。あんまり呼ばれたことないかも。だからわかんない、まだ呼び捨てで呼んでくださいって言ってから名前呼ばれたことないかも。わかりません。ピエンだね。距離感ありますね、やば。傷ついた。あ、そう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 、ここは4人います。フルネームやばい。まあでもさ、普段して名前ってあんま呼ばなくない？名前ってあんま言わな、呼ばなくない？ココハだけ？ココハだけ？なんかあんま名前呼ばないのって日常的に。鬼やめて、鬼。ココハだけかな、あんま人の名前を呼ばないの。呼んだ方がいいよね、でも名前大事だもんね。あ、いや、まあ、呼ばない。いや、なんか普通に、なんていうの、普通にあのニックネームとかでも、あ、さくらさんここは呼びでしょ、やっぱだよね、嬉しいんだよね。名前呼ばれた記憶ない。嬉しいんだよね、さくらさんココハって呼んでくれるの嬉しいんだよね。嬉しいんだよね、喜び、喜びです、喜び、こんばんにゃ、喜びです、嬉しいですよ。嬉しいでございます。キミさんはあの、だからココハって呼んでくださいって言ってるけど、まだ呼ばれたことはない。いや、あんのかな、やば、もうすぐリリンラジオ始まる。いやー、わかんない、ない気がするけどね。おしめから名前呼んでもらえないっていうスキル持ってます。じゃあ代わりにココハが会いに来たら呼んであげるわ。名前嬉しい。僕のもココも NG ならもココハちゃんしか呼べない。マリさんはね、うん、ココハちゃんって呼んでくれます。そう、
そうでしょう。だから呼び捨てで呼んでくださいって言ったんだよね。お、明日劇場待ってます。リンラジ始まっちゃう。もうすぐ終わろうかな。30分になったら終わります。あー、じゃあここはおじいちゃんって呼ぼうかな。明日ビール強い。お、めちゃめちゃ前だ。了解です。リンラジ半から。流れ星ありがとうございます。名字日は一日を名字日。DM 見ててください。自分のこと名字で呼んだことないな。ここでもやっぱね、あだ名憧れる。あだ名って憧れだよね。使ってんよ、やばい。あだ名憧れます。ココニャン、ヨアニャンじゃんそれ。ヨアニャン、あだ名ね。明日もヨロ、ヨロです、ヨロです、ヨロです。あだ名いいですよね。はあちゃん、はあちゃんはね、呼ばれたことないな。なんかそう、ずっとね、そう、幼い頃からずっともう私の周りはもうこっちゃんって呼んでたんですよ、ココハのこと。だけど今もうこっちゃんがいるので、もうでも違うあだ名がついたところでなんか浸透しないかもしれない。ココニャンとユアニャン俺とく。あ、マジですか。ユアニャンとめっちゃ仲良しだよ。はあちゃんね、確かにありそうだけど呼ばれたことない。あだ名を禁止してる学校があるの。え、なんで。なんで。はあちゃん呼ばれたことないね。心って呼ばれたことない。なーい。心って呼ばれたことないよ。結構あるの。司会限定で呼んで、心バネとか呼ばれたことないよ。完成されすぎてる。やったー、嬉しい。そう、ドスコイちゃんはこっちゃんです。確かにね、最近ドスコイって呼ばれてるのよく聞くよね。先輩とかがドスコイって呼んでるよね。え、わかんない、記憶がないんだよね。伊藤ここみ、やばいよね、本当に。パソコン上で変換でね。やばくない？ドスコイって呼ばれてんの、おもろすぎる。ボンジュール、まあそれはもう、まあどこかに載ってると思います。じゃあもうみんなココハって呼んでください。いつかね。あ、30分になった。リンラジが始まるので終わります。おやすみなさい。また明日制服の目があるのでよろしくお願いします。よろしくです。バイバーイ。